インドは大日本帝国海軍の特務艦で、インコ型給油艦の一番艦。艦名は広島県呉市の温度瀬戸にちなんで名付けられた。インコは温度の別表記であり、陰渡しとも書かれた。大正12年度艦艇補充計画により、川崎造船所で大正12年3月12日に竣工し、呉鎮受付席となる。竣工後、石油輸送に従事する。 1925年12月に第1予備艦となって、閉奏を通う、能後、1926年2月から1927年3月までは、第4予備艦となり、乗員が配置されなかったが、昭和2年4月に最終駅の後は再び、北アメリカ方面、タラカンなどからの石油輸送に任じる。1928年12月4日の、 5体例特別観艦,艦式では、マミアなどと共に配管者搭乗艦に指定された。1941年10月15日付で、第6艦隊付属となり、補給部隊に属する。日本本土とクエゼリン艦召艦での輸送任務に従事し、1943年に入ってからは、湘南、パレンバン・ミリから、日本本土及び、トラック諸島、パラオ方面への石油輸送に従事した。 11月15日、単独で2513戦団を編成して、駆逐艦、サナエゴエイのもとに、パラオを出港し、バリクパパンに向かう。3日後の11月18日夜、北緯04度52分統計122度07分、北緯4.867度統計122.117度、4.867122.117のセレベス海を航行中に、 アメリカ潜水艦ブルーフィッシュの攻撃を受け中破し、護衛のサナエは沈没して戦団は消滅した。栄光されてマニラに入港し、修理が行われたが、1944年11月13日にマニラ湾でアメリカ第38任務部隊の艦載機による空襲を受け沈没した。12月20日に除籍。日本海軍士第9艦。 第十巻の召喚履歴に基づく、階級は就任時のもの。ありがとうございます。